フラクタル心理学ができることっていうのはね、能力の開発なんですね。これはね、皆さんすごく嬉しいことじゃないでしょうかね。さっき言いました、その出来事の原因をね、直す、これを修正するってね、うちでは言ってますけれども、この修正するっていうやり方、これをね、応用して能力を開発することができるんですね。そもそもその修正ってどういうふうなことをやってるかって言いますと、脳ってね、木と似てるんですね。ですからちょっと木をねイメージしてみてください。で、木は種からどんどんこう根が出てですね、芽が出てこう葉っぱになりますよね。で、今私たちが見ているこの現実っていうものは、この葉っぱの状態に似てるということなんです。だからもし葉っぱがですね、もう全然こう栄養が足りないぞとかですね、ちょっと悪い状態にあるぞっていう時は、何が悪いのかなっていうと、私たちはですね、すぐに外側が悪いんだとか、あの人がどうのとかね、社会がどうのってこう考えますけれど、ちょっと待って、ね、葉っぱが悪いならば、それは幹や根が悪いんじゃないのと、根っこですね。だからそういうふうにね、自分に戻して、その自分の脳って本当にまともとかね、そういうふうなことを考えるっていう方が実は効率がいいということなんですね。だから自分の根やその幹の部分ですね、ここの部分をよく見る。そうするともしかするとね、もう全然栄養が足りてなかったとか、ちょっと歪んでしまってるとかですね、そうなるとどうしても葉っぱの方に栄養が行き渡らないということになって、それでその葉っぱが状態が良くないということになりますよね。だから問題があるとか、能力が足りないとか、ね、これがやりたいのにできないとか、そういう状態が現在あるとしたら、これが葉っぱの部分、そうすると根っこを見るべきだっていうことです。それをやるのがフラクタル心理学なんですね。で、根っこをまた変えられるわけです。だから現実が変わります。これはもう圧倒的に早いですよね。外側を一生懸命変えようとする、例えば社会を変えようとするよりも、自分のこの幹や根っこを変えた方が早い。